背中のトレーニング、まず最初の種目はラットマシーン。このビデオにはまず最初このビハインドネックをやってますけれども、この前にフロントをまずやってます。フロントプルダウンを10回ギリギリできる重量で4セットやって、次にこのビハインドネックで、ビハインドネックはまあ肩関節が柔らかくて引き切れればいいんですけれども、引き切れない人はここでやってるように補助をつけて、まあこれは重いから補助っていうよりは引き切れないので、特に肩の関節がなんかかなり硬いので、この前腕を後ろから持って引き切らせてあげると、そうすることによってこのエクササイズの効果を 100% 出すことができる。でフロントバックをやって、このブーバーを使ったプルダウンを、3種目目、これも10回ギリギリ補助を入れながら4セット。まマットがフルスタックやってますけどね、まあ、フルスタック全部マシンが全部の靴を使って、まあ、このように補助者が胸につくまで下ろしてみて、ネガティブを効かせると、まあ、相当重いのでこの映像ではスローに効かせてるには見えないですけれども、まあ意識としてゆっくり戻すと。で背中の種目が全部そうですけれども、ストレッチを効かせてフルレンジ、胸につけるストレッチ、胸につけるストレッチ、胸の水落ちというか大逆の下部にやや後傾しながら引くことによって、下半身にヒットすることができます。4セットで、ここから、まずフロントリア、リバーとヘビーやって、ここからジャンプセット、まずビハインドネック10回やって、次にケーブル、ジャンプセットはどのような種目を組み合わせるのかと、何か法則あるのかという質問がよくありますけれども、基本的には違う角度、違う動きの種目を組み合わせると、まあ、最初上から、これの場合上から引いたら次は前から引くとか、クローバーとかね、違う種目を順番にやると言われます。それ以外は別に特に法則はない、まあ自分のその空き具合とかね、その自分の設備にもよるので、このプルオーバーは本来はもうちょっとストレッチをかけたいところですけれども、右肘がかなりこのようやると痛いので、まあ最初のセットはやや可動域
息を調整しながらやってます。次もう一回、次に今度はパラレルバーでのロー、ストレッチをしっかりしてお腹につけると、バーがお腹につくまでいく、その時に後傾をしすぎないようにストレッチを効かせてお腹にいくと。で今度はケーブルのプローバー、ケーブルの場合は可動域をうまく取りやすいので、肘をこのように開き気味にして、で上体を多少上下させながらうまくストレッチで、バーをお腹につけると。では T バー、この時点でかなり息が上がっているので、まあ、この胸パッドをつけてやるティーバーは結構呼吸が苦しいんですけれども、まあ、上げた時にパッドから胸を離さない。この時点ではかなり後背が疲れているので、まあ、このプローバーは本当は本来であればバーが胸につくまで引きたいところで引き入れてないと、まあ、補助を使いながらやりきるということは大丈夫です。で、弁当バーロー、まあ、ここで映像を見ると状態が45度ぐらいになっているんですけど、まあ、意識としては状態と床が水平になるようにイメージ、まあ、あまり上げないように、ただこれかなりさっきも言ったようにかなり疲労しているので、まあ、上がっちゃってますけど上がらないイメージ で、これもさっき言ったように無理やり肘を引っ張って蹴らせると。で最後ケーブル、もう一回ケーブル、ゆっくりこれ見ればよく分かります。ストレッチをしっかりすると、その時にストレッチの時に下半身が伸ばされるというのがですね、
3サイクル目は今度は逆回り、まず最初に、前回最後の種目だったケーブルの V バーのケーブルを入れていく、ストレッチしっかりストレッチさせて引くと。で今度は逆回りなんで、さっきのインクラインベンチを使ったプルダウン、あインクラインベンチじゃないですね、今度は V バーのプルダウン。最初は、まあ、反対を向いて、バー、この V バーが胸にの真上に来るポジションにつくと。でこれは当然足のバー、足に支えがないので、まあ、それほど重いのは使えない、胸につくまで引いてくると。今度は反対を向いて引いたところで3秒間止める、収縮重視。でこの時点ではもう 3種目目だよ、相当パンプするので、まあマットに押さえてもらって3秒間押さえてもらったところで自分で広背筋を強く収縮させると、ね、でネガティブをゆっくり戻す。でジャイアントセットは、まあ、もちろん自分一人でやってもいいんですけれども、個人的にはね多分一人じゃできないね、まあ、やっぱり補助者がいた方が効果があるし、これだけ多くの種目を連続でやるので、まあ、誰かがね叱咤激励してくれると完遂できると。これできないし一人でやったことはない。トレーニングは、まあ、それぞれの事情はあると思うんですけども、自分はやっぱりパートナーというかね、誰か補助者がいないと効果的にできないですね。まあもちろん自分でやる時もありますけれども、誰か一緒に手伝ってくれる人と一緒にやった時のようないいトレーニングは自分はねできないけども、まあその人それぞれだから、自分ももちろんフィル・ヒースみたいに一人でやるという人もたくさんいると思う、それで効果を上げてる人もいますからね。のように最初アンダーグリップで下背を攻めた、今度はパラレルで上背、まあ、リア肩の後ろを含めた上背を攻めると。で T バーも2種類グリップがあるので、最初とは違うグリップ、今度は上のグリップを使って上背部、まあ僧帽を含めたリアデルタを含めた上背部を意識すると、肩をすぼめる感じでね引いていきます。でこのプルオーバーに戻って、はい、このストラップは肘が痛いので、でこのプルオーバーは手で握るというよりは手首の方のに乗せるというイメージですね。手首を掴むと前腕に刺激が行くんですけれども、手首に近い部分を乗せるというグリップにすると後輩に来やすい。でまあこの3サイクルでこのケーブルローは同じのを使ってますけれども、パラレルバーを使ってます。これは前のさっきも言いました自分の一番好きな種目、まあこれか V バーね、とにかくストレッチがよく効いてすごい効く。プルオーバー、まあ、さっきも言ったように3サイクル目ぐらいになるとようやく肘が温まってちょっとストレッチができますけれども、やっぱ補助者がいないと難しい。この伸ばしきった時に肘に結構負担があるので、そこの時点で誰かに
手を添えてもらってるだけでも随分違う、ね、で下ろした時に息を吸ってお尻を下げて胸郭を開くってことによって腹筋大筋をオーバーストレッチで、さっきからストレッチストレッチって言ってますけども、ストレッチがとにかく大事、特に背中とか胸はストレッチさせるとよく効く。まあ効きにくいボディーパートがあったらね、とにかくストレッチ種目を最初に入れていくと効きやすくなる。例えば胸が効かないという人だったらフライね、ダンベルフライとかケーブルでもいいんだけども、それで引き伸ばしてやるとその後の種目が効きやすくなってくると。これはさっきと同じでデッドストップ、伸ばしてつけてウエイトをつけてそれからお腹に引き込んでくると、ね、下背使ってるの分かるでしょ。それは引くで、最後フロントリア、フロントリアとプルダウン、ワイドグリップ、フロントリア、フロントリアで、リアプルダウンはちょっと見た感じあんまり変えて窮屈そうなんですけども、自分肩の可動域があんまないのでリアはあんまり引けない自分だと。その場合このように補助者が前腕というか肘のあたりを掴んで引っ張ってあげると、自分ではいけない可動域に引き切ることができるので効果がある。